こちらです。はい、いや、めちゃ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 って話題になりましたね。はい、星町彗星さん The First Take に出演と、あとソロライブ Shout in Crisis が開催されました。すごーい、すいちゃん。はい、ということで、いや、こちら見ましたか？ Did you see it? Did you see it? There are many various famous artists in the channel, so you must check it. そう、多分めちゃめちゃ有名なアーティストさんがたくさんいる中で、あのスイちゃんのあのステラステラですね。だって僕は星だからステラステラ、もう大好き。あの楽曲のあのファーストテイクのが歴代最多の同節だったそうですよ。あんだけたくさんの有名、日本で有名なアーティストさんがいらっしゃる中で、あの最多の同節だったそうです。こう公開3日でね、500万ってこうとてつもないですよね。いや、本当にね、この曲大好きで、あの個人的にカラオケとかではね、めっちゃ歌ってます。はい。でもめっちゃ難しいんですよ。あのどこだっけな、その手を伸ばしてのところの後のとこが2拍裏で入ってからまた3拍数えて入るみたいな感じにしないと入れなくて、なんかね、めちゃめちゃ、いや本当にね、あのライブのメンバーさんもやっぱめちゃめちゃめ難しかったみたいですよ、バンドメンバーさんも。これも裏話の一つなんですけれども、あの当日のね、シャウトインクライシスのメンバーさん、バンドメンバーさん、ステラステラと灼熱にて順序は鬼難しいっていう評価だったそうですね。で、あの声出しライブだったんですよね。さらに言うと声出しライブ最高だったし、最高だったし、あのまたスイちゃんのライブ、ソロライブのいつだ、当日だ、当日ぐらいに決定、そう、当日に決定してね、出されたっていう、いや持ってんねみたいな。いや声出しライブ、いやライブ来ました、いやー、そうですよね。そう、あのやっぱコールアンドレスポンスっていうかね、いやスイちゃんの盛り上げ方もさすがだなと思いましたけれども、まあ、最後ね、ちょっとしんみりした話とかも、真面目な話とかもありましたが、それであの最後またね、あ、じゃあちょっとコール&レスポンスで締めようって言ってて、いやー、いいなーって思いましたね。やっぱさすがですよね。なんかこう緩急のつけ方がまたいいなって思いまして、ちょっと語ってしまう。そう、急で立ったから多分ね、お客さんの方もこのいつ行こうみたいになるじゃないですか。そのなんか緊張感がまた良かったですね。ねえねえ、今日も可愛いってできてよかったですよね。いや本当にやっぱり、いやでも配信で見てても、あのやっぱり声出しライブっていうのはやっぱ最高ですね。なんかやっぱり、いやなんかね、もちろん今までのライブも最高なんですけれども、やっぱお客さんの皆さんの声が集まることでより良いライブ映像になるっていうのはやっぱあるのでね、本当に良かったですね。はい、 A ちゃんは今日も小さいじゃないんだよ。違うんだよ、まあ、可愛いはちょっと私は違うかもしれないですけど、今日も目がでとかね、今日目が悪いとか、えちゃんは今日も目が悪いみたいな。いや可愛いはちょっと私しっくりこないんであれなんですけどね、はい、なんか作ってください。今日も残業、あ、いいね。えちゃんは今日も残業、これ使っていきます。あ、これ使うわ。えちゃん isオーバータイム as well today as well。 わかりました、ガハハじゃないのよ、これじゃ使います、使いません。よろしくお願いします。はい、そして次